皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校第三学年社会科公民第五章地域社会と私たち三節これからの地域社会と日本の2時間目の内容です。本日の授業は、教科書 194から195ページの日本の外交の現状と課題と198から199ページの世界とつながる日本について学習しますこれまで学習してきた国際問題にはどのようなものがありましたか動画を止めて 考えてみましょう地球環境問題や資源エネルギー問題貧困問題地域紛争テロリズムなど今なお国際社会はさまざまな問題を抱えているということを学習してきましたこれらの問題に対して 日本はどのように関わっているのでしょうか。では、学習課題を確認しましょう。本日の学習課題1は、国際社会の様々な課題を解決するために、日本はどのような取り組みをしているのでしょうか。です。国際社会における、 日本の果たす役割についいててな視点から考えていきましょう第二次世界大戦後の日本の外交は平和主義と国際貢献を重視してきました平和主義は日本国憲法全文と第9条でその立場を明確にしています。 また、唯一の被爆国として、非核三原則を掲げ、核兵器の廃絶を訴えています。さらに、国連の活動を支援する、国連中心主義をとり、世界の平和に努めています。国際貢献については、政府開発援助 ODA を中心に、 途上国の開発を支援しています。政府開発援助 ODA とは、教科書194ページの資料2、資料4、資料5、資料6のように、発展途上国の経済発展や福祉の向上のために、先進国が行う資金援助や技術援助のことです。 また194ページの資料1のように近年では国連の平和維持活動 PKO に自衛隊を派遣するなど国連の取り組みに対する人的な協力も行っています他にも地球環境問題での解決や経済面での連携紛争の解決など 様々な分野で国際協力のための枠組みづくりに貢献しています。次に近隣諸国との関係について見てみましょう。戦後の日本外交の中心の一つはアメリカとの関係です。日米安全保障条約に基づく日米同盟は 日本とアメリカのためだけでなく、世界の安定にも影響します。また、アジア太平洋地域の発展のために、経済協力を一層強化しようとしています。このような状況の中で、沖縄の在日アメリカ軍基地の問題なども徐々に解決しようとしています。 また、アジア諸国との関係も重要です。日本は、政治、経済、文化など、多方面での関係の強化に努めています。その際、過去の戦争で大きな被害と耐え難い苦しみを与えたことを忘れてはいけません。特に、中国や韓国との関係では、 相互理解に努め、互いの発展と繁栄を図る努力が必要です。一方で、日本外交が解決すべき課題もあります。一つは、領土をめぐる問題です。竹島は、韓国によって不法に占拠されており、日本政府は、 抗議を続けていますさらに国際司法裁判所に解決を委ねていますが韓国側が拒否し解決に至っていません尖閣諸島は中国が領有を主張し中国船が日本の領海に侵入するなどしています 北方領土はロシア連邦によって不法に占拠されています。日本は返還を求めて交渉を続けています。竹島、尖閣諸島、北方領土は日本の固有の領土です。これらの問題の解決策を私たち一人一人が未来に向けて、 しっかりと考えることが大切です。また、北朝鮮による拉致問題も解決すべき課題の一つです。教科書百九十五ページの資料八のように。二千二年に行われた日朝首脳会談によって。拉致被害者のうち、五人と、その家族は。 帰国しましまたが、その他のの他被害者の安否は不明です。日本は拉致問題が人権や日本の主権の侵害であることを国際社会に訴え一刻も早い解決を目指していますここで動画を止めてこれまでの学習を振り返りながら 学習課題1に対するまとめをノートに書いてみましょう学習課題1に対するまとめです日本は平和主義と国際貢献をもとに途上国に対する資金援助や技術援助などの ODA や国際協力のための枠組みづくり 自衛隊による PKO などの人的支援などを行っているとなります。教科書198、199ページを開きましょう。資料1から9を見てみると、日本は世界のさまざまな国々とつながりを持っていることがわかります。 ここで学習課題2を確認しましょう学習課題2はグローバル化が進展する中で日本は世界とどのようなレベルでどのような分野においてつながっているか考えてみましょう 外交政策で特に重要になっている分野の一つは経済関係です。近隣諸国や先進国に加え近年では新興国や途上国との関係も重視されています。日本は関係強化に向けて日本企業や日本人が 国際的な経済活動に参加できる仕組みづくりやエネルギー資源や原材料、食料などの輸入の確保に取り組んでいますまた、こうした政策の実現に向けて FTA や EPA による連携を強化したり G20 サミットや世界貿易機関 WTO ・経済協力開発機構 OECD、APEC などで、経済交渉を行っています。人と人との関係を円滑にするために、文化交流を通じてお互いを理解していくことも、重要な外交政策の一つです。 日本の文化や考え方を理解してもらうためにさまざまな方法で世界に発信したり留学や観光などによって外国人が日本に来る機会を増やしたりすることも重要です教科書198199ページの資料36 Q を見てください。外交を担うのは政府だけではありません政府と NGO や企業が協力し連携することで国際問題により細かく対応することができます日本企業の国際的な経済活動は日本経済の発展のためにも重要です 政府はこのような NGO や企業の活動を支援し国際的に活躍できる人材の育成に取り組んでいますここで動画を止めてこれまでの学習を振り返りながら学習課題2に対するまとめをノートに書いてみましょう 学習課題2についてのまとめは、日本は政府、企業、NGO などが、政治や経済、文化、援助などのさまざまな分野においてつながっている、となります。日本は世界平和の実現と人類の福祉の増大のために、政府、企業、 NGO などの多様なレベルで政治、経済、文化、援助などのさまざまな分野においてその役割を果たしていることを理解できたでしょうかこれで今日の学習を終わりにします。